っしゃ。はい、お疲れ様です。まあ動画的にはね、これの次に出そうと思ってるんですけど、ドローンのね、資格をね、取ることができました。ドローンの資格ね、これ安全運航管理者っていうね、操縦するのと安全に管理するのとっていうね、そういうのを取りました。まあこれ日付がね、2024年の4月18日っていうことになるんですけど、18日に取りました。3日間ね、そのドローンの研修に行っていたわけなんで、3日間分のね、動画を撮ったんでね、もう結構長尺になってしまうわけなんですけど、それを今ね、編集してる途中なんで、またおいおい出していきます。これからね、いろいろ申請とか、そういうのが必要なんですけど、ドローンがね、普通に使えるようになったということで、これからはですね、この仕事をやってる時の動画であったりとか、夏の時期やったらね、草刈りの仕事とかいっぱい来ると思うんですけど、草刈りをね、なんか空からね、撮りながら、やってるシーンとかね、そういうのも撮れると思うんでね、 YouTube とか、ね、TikTok とかの動画でね、そういう角度からのね、動画もね、どんどん入れていこうかなと思ってます。幅が広がりますね、本当に。おはようございます。今ですね、千葉県の君津市っていうところに来てるわけですけど、ここでですね、こちらの方に太陽光パネルがもう数えきれないぐらいすごいいっぱいあるんですけど、その横でですね、この草刈りをやった草がですね、大量にあってですね、これをもう外の方にもう出してほしいっていう、そういう仕事に来てます。これフェンスがね、周り700メートルあるっていうことでめっちゃ広いんですけど、まあ、やっていきます。すげえ量やな、ほんま。これぐらい取れました。よく運んだな、こんなに。よし、終わりやね。はい、もう外はね、結構暗くなってしまったわけですけども、とりあえず今日の朝もね、チラシを1万枚分ね、あのポスティング業者の人に頼んで、まあ今日取りに来てもらったわけなんですよ。なので今日から1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月もかからんと思うんですけど、まあ2週間か3週間ぐらいかけてね、その1万枚のチラシをね、僕が住んで埼玉の上尾市のね、この周辺の家に巻いてくれるということなんで、その結果を楽しみにしつつ、また新しいね、チラシのデザインをしなあかんっていうのと、あとまあ、これです。第2種電気工事士のね、試験がめっちゃ分厚いんですけど、何回も続いたと思うんですけど、これがですね、ついに試験がね、あと1ヶ月後なんですよね。残すところあと1ヶ月にやったんで、過去問やってたら、まあ合格点は今のところね、なんかちょっと超えるかなっていうぐらいなんですけど、でもなんかね、ちょっとイレギュラーな問題が出たらね、それでギリギリ落ちてしまうっていう最悪のパターンもありえますからね、手を抜くことなくね、これから毎日勉強はしていきたいなと思います。とりあえずアイス休憩で。というわけで、勉強していきましょうか。あ、この問題やったことあるな。OK、わかった。じゃあ、計算問題ね。昔からね、数学だけは得意やったからさ、計算問題は得意やね。図の回路でスイッチ S を閉じたとき、A から B の端子間の電圧は何ボルトでしょうか。全然わからん。考え方もわからん。はい、ということで、いつも通りのね、晩ご飯食っていきます。納豆ご飯と野菜炒めです。今日は肉多めです。最高です。株式会社シアダリアのね、まあ元便利屋ダリアのね、ホームページがあったんですけど、そのホームページもね、完全にリニューアルしました。めちゃくちゃ時間かかりました。十何時間ぐらいかかったと思います。一人で作り変えたんで。どういうホームページにしたかって言ったら、もう便利屋です、何でも連絡してくださいとか、そういうタイプじゃなくてですね、
まあ、ホームページに関してはですね、この空き家の管理と草刈りのサブスクっていうね、その二つをね、メインにというかもうその二つを集中的に取っていくためのサイトにしたわけなんですよ。まあ、暇な方はね、僕のホームページをね、Google で便利屋ダリアか、株式会社シェアダリアで検索したら出てくると思うんで、見ていただければと思うんですけど、今後の僕の戦略としてはですね、ホームページを今書き換えたっていう状態で、まずそこからですね、SEO 対策をどんどんしていってですね、まあ、埼玉県空き家管理とかで検索したら絶対上に出すようにしたいっていうのもあるんですけど、でもね、その SEO 対策っていうのはなかなか時間がかかるというかね、今ね、ほんと勉強中というかね、どうしたらええかっていうのをめちゃめちゃ調べてる最中なんですけど、そんなすぐに結果出ないと思うんですよ。そっからですね、仕事を取ろうと思ったら、まあ、はじめはやっぱ Google のね、リスティング広告っていうことで、まあ、Google さんにね、1クリックあたりいくらとか、いう感じで、お金を払ってですね、上尾市空き家管理で検索したら僕が出てくるとか、とりあえずはね、そういう状態にしていきたいです。まあ、今月だけでもね、このチラシ代とポスティング代で、結構長くを使ってるわけなんですよね、本当に。まあそのね、集客にどれぐらいお金を使ったかっていうのはですね、月末の決算発表の時にまとめて話そうと思うんでね、なんかこれから先ね、自分も同じような仕事をやって集客するのにね、チラシを巻こうかなって考えてる人結構いるかもしれないんですけど、そういう人はなんか参考にしていただければと思います。まあ集客に関してね、こういうのもええんじゃないかとかね、もっとこうやったらええんじゃないかっていうね、そういうアイディアがあったらですね、バンバンコメントに書いていただければ非常に嬉しいです。コメントはすべて見ています。まあとりあえずね、道半ばということでね、まあこれからどんどんねやっていきたいと思うんですけど、でもまあね、稼ぐお金に関して集客で使うお金っていうね、もうこの二つがね、どうなるかっていうのが、ね、今ちょっとね、先が見えないところなんですけど、どうにかね、ほんと今こうなってるところなんですけどね、もうここ V 字回復でこうなることを期待して頑張っていきたいと思います。ということで今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンやっててください。それではお疲れ様でした。